くお願いします。私の目です。ということでね、今回も松戸パレットやっていきます。で、前回の続きはですね、前回は、子守歌を歌わされてる、ちょっとかわいそうな感じのね、少女の、あれを知ってしまって、まあ、そこからどうなっていくのかっていうとこですね。うん。で、やっていきましょう。うん。ここに来て、9日が経った。カーテンが淡く色づいている。連日の雨はやみ、外は青空が広がっているようだ。部屋は相変わらず暗く、彼女はベッドに潜り込んで、ほとんど姿を見せない。それでも、脳裏に焼き付く情景と合わせて、ようやく死体が完成した。うん。日が陰ってきた頃に、彼女がカンバスに近づいてきた。肖像画の進捗が気になるようだ。カンバスを苦々しく見つめ、今にも拳を振り上げそうな彼女に、私は言葉を絞り出した。ほうほう、なんだ？何の言葉を絞り出したの？昨日の晩のこと聞いちゃうの？じゃ、とりあえず、外します、布。うん。お、ほぼ完成してる。画家様がいらしてから、もうここの画家しら。いろいろと描いていただいたわね。おかげで、私にも、綺麗に色がついたでしょ？うん。ね、かなり綺麗になってる。俺に、最後は画家様の好きな色で塗らせてあげる。え？何を？え？待って、そう、自由にされたら逆に困っちゃうよ。え？あなたのおかげで、箱の中身を思い出したのよ。ほら見て、綺麗な耳飾りでしょ？私が、物置部屋を漁ってくすね。集めてたんだから。どれがいいかしら。これまで散々文句をつけてたから、最後くらいは画家様に選ばせてあげる。優しいでしょ？って言いながらなんか怒るんでしょ？箱の中に貝殻のイヤリングが書かれている。一つ目は、耳飾り、ホタテ貝。二つ目は、巻貝。三つ目、桜貝。うん。四つ目は、シジミ貝。うん。四つを、好きなのをつけていいってこと？最後に、右の耳に書いていただこうかしら？こっちからの見て右でいいんだ。うん。これも他の部屋、ない？何も、ないかな？うん。普通に書いていいだけ？なんでそんなことある？ちょっと確認していきたいところ。うん。ちょっと待ってね。とりあえず、自室に戻りたい。で、あの部屋を見たいな。この人の、耳にはないのかな？あ、そっか。虫食いでどうせ上の女の子は見えないんだ。うん。じゃあ別に本当に何色でもいいのかな？よし。じゃあ、書きますか。うん。さあ、振り返ってこちらを見る。少女の絵だ。右の耳に書いてね、画家様。でも、君が出してるのは左の耳だけど大丈夫？うん。まあ、書こうか。よし。はい。どれが似合うかしらと。うん。右の耳につけてちょうだいね。右の耳は向こうなんだよな、多分。これな、何その引っ掛けっぽい感じは。とりあえず、書きますか。うん。右の耳につけれるこれ。これ左の耳だもんな。左右もわからないのかしらとか言って体ねじった状態で殺されるっていうオチを想像したんだけど。そんなことないのかな。だって向こう側に書けそうにないもんね。いやー、ないな。じゃあこれでいいのかな？てか BGM がすごいなんか悲しい感じなんだけど大丈夫？じゃあとりあえず、貼ります？つけますか？うん。いや、本当に好きな色じゃん。自由じゃな。
はい。まあ、ちょっと絶望的に似合わないんでね。画家様は最後まで死にたがりなのね。お望み通り反対にしたり、やっぱり？やっぱそうだよね。なんかそんな気はしたよ。左耳につけちゃダメだよね。あー、なんか死に方まで僕の言った通りじゃないか。全然わかんない。どういうことだろう。あ、右の耳に書くには反対側。あ、待って、ちょっとそういうね、ヒントが出てきた、ついに。鏡が必要ってことだ。鏡どっかの部屋にあったよね。どこだっけ？ここ？あ、違うわ。まずこっちか。この辺の奥？これだ。これでいいんじゃない？そういうことか。ちょっと待って。で、まあ全然気づくのに時間かかったね、今ね。よし。鏡を描きましょう。うん。これで OK だね、多分。よし。まず鏡を左に、右にだ。うん。よし。鏡は白かな？うん。さあ。これでいいんじゃない？うん。重さが。お手先の意地悪じゃ、画家様には物足りなかったかしら？いやいや、めっちゃ聞いた。その意地悪めちゃくちゃ聞いちゃった。うん。じゃあ、とりあえず、最初につけてつけておきますか。うん。よし。さあ、できました。よかった、よかった。うん。覚えておくわ。なんか、この覚えておくわ、怖いな。なんか、後でなんか、また、前回みたいに何色のやつを選んだかとか、やらされそうだね。何の回にしたっけ僕？適当に出しちゃった。巻貝かな？巻貝っぽいね。巻貝の青。うん。よし。覚えとこう、一応。このことは秘密よ。あなたと私だけど。少しでも違う格好をしたら、とても怒られるんだから。ああ。そういうね。いやーなんかいいなー、なんかこの子とすごく仲良くなった気がする。何度も殺されてるけど。うん。ノヤマは今の時期になると色づきがいいのでしょ。海にも行ってみたいわね。貝殻を拾ってみたいわ。あーでも私ダメかしら。潮の水も強い風もカンバスには悪そうよね。あら、だいぶ陰ってきたわね。そろそろお帰りの時間だわ。階段を上がればから出られると思う。え、出て行っていいの？どういうこと？え？ああ、階段になってる、ほんとにちゃんと。え？まさかの？おやすみなさい。おやすみ。あ、その扉だ。ああ、でもこの扉ってさ、え？どこ？この辺の、あ、ここだ。よし。入っていいのかな？うん。廊下の壁に寄りかかり、肩を落としてうなだれる。ああ、さっきのあれか。うん。会ってから数日も見てない画家の在庫と、それも年場のイカの少女に私は何を言ってるのか。彼女が肖像画の制作を売り、邪魔する理由。弓に挟んでいた使用人たちの話から推測はついていたが、昨日の話確信した。あ、やっぱりそういうなんか、彼女は可愛いのだ。老人が幼い時に亡くした姉の。いやー、かわいそうだな、なんか。死への恐れを払拭するため、優しく美しかった姉の幻影を求める老人。やがて彼は、姉とうるい二つの養子を持つ少女を養子に迎える。少女は言いつけを守り、姉と同じ服を着て、同じ花の髪飾りをつけ。まあ、いいよ、弟を寝かしに行く。だが、老人が求めているのは、記憶の中の幼いままの姉であり、そのための肖像画なんだ。老人の満足する肖像画が完成すれば、年を重ねる少女はいずれ無用になるかもしれない。
そうなれば彼女はまた身寄りのない生活に戻ってしまう。だから部屋を暗く保ち、画家たちに無理強いをして絵を描かせまいとしているのだ。だが彼女は気づいていない。自身が持っている唯一無二の鮮やかな色彩、その価値を。夕焼けの光が差し込む中で彼女が見せた美しさは、今も私の目に焼き付いている。彼女の存在は、暗い私の絵に彩りを与えてくれるはずだ。私なら彼女を。ドアの向こうから音がした。何かが落ちるような音が。え？ちょっと待って！それって、え、やっぱそういうことじゃないの？ちょっと待って。え？ほん、夕日を受け、赤の色に染まったカーテンが風に揺らめいていた。そんなとこまで姉と同じことするの？ちょっと待って。え？窓が、え？お姉さんは、あの部屋の窓から落ちて、嫌な予感がし、窓に駆け寄った。眩しいほどの夕日に目がくらむ。もうやだよ。眼下の火山には、鮮烈な赤色が広がっていた。ああ、この先を思い出すのも恐ろしい。なんてこと、私はなんてことをしたのだ。使用人たちの手で部屋に運ばれてきた少女は、すでに虫の息だった。ベッドが赤く染まっていく。誰が見ても手の施しようがなかった。恐怖と好奇心を顔に浮かべ、使用人たちが口々に囁き合っている。この部屋の元の持ち主の呪いだと。だが姿を現した弟、老人はベッドの上の惨状を見ても取り乱すこともなく、開いた窓に近寄り、沈みかける夕焼けを凝視し続けている。しわがれた手には、部屋の隅に転がっていた、空の鳥かごを抱えていた。しばらくすると彼はベッドに近づき、うなだれた少女をベッドから引きずり出し、カンバスの前に、は？いや、もう、そうだね。使用人たちが悲鳴を上げる。そうだ、まるで人形だ。何せ、首が、手足が、首が、もう、が、かけ。もう。窓から小鳥を逃がしてしまったんだ。餌をやろうと鳥かごを開けたばっかり。泣き叫ぶ私のために、姉は、間違う。泣き叫ぶ私のために、あれは、枝に溜まった小鳥を捕まえようとして、窓から見ようと。わかんない。どっち？何？ちょっと待って。誰の声これ？ちょっと待って。あんたよね。美しかった姉の首は、手足は、枯れた花のように折れ曲がり、沈みゆく夕焼けの空のごとく、赤黒く染まって、それから青くなっていた。あの一瞬の美しさを、私はもう一度。もう一度私は、ちょっと待って、一瞬の美しさって、ちょっと待って。こいつ頭おかしいぞ。なに？あれが、あれの底を求めてたの？あれの死ぬ瞬間の美しさを求めてたの？こいつ、やばすぎるって。もうこれキーを書くしかないの？これ。やばい。この一瞬の美しさをカンバスに閉じ込めろ。どういうこと？どういうこと？もうブシャってするしかないんだ。なんだこの耳飾り。耳飾りバレた。やば。捨てられた。
私が店員に作った汚い花飾りを。あれはいつもつけてくれて。もうこいつやばいやつだ。もう最低こいつ。こいつ無理だよ。何をしているかけ、貴様は画家だろう。画家ならばこの美しさを描かなければならない。意味がわかんないってこいつ。こんなに美しいではないか。あれじゃない、わかった。少女がさ、何か忘れてる気がするって言ってさ、ずっと何か探してた感じだったじゃん。あれってさ、この時に捨てられた。まあ、この時に捨てられたじゃないわ。よく考えたら、この耳飾りは今つけたのか。関係ねえや。いや、わかんない。わかんないや。いや、もうわかんない僕には。いや、やばいって、それは。いつ戻ってきたのか。あれからどうしたのか。老人は彼女は目の前には、かつてあの少女だった絵があった。幾重にも塗り重ねた絵が、ぐちゃぐちゃに混ぜ合い、原型をとどめぬそれは、私が描いたどの絵より、とすぐらく打ち込んでいた。腐敗続けたのが、ひまり屋の、好きなの、彼女の色を、いやぁ、もう、カミカミだ、彼女の色を。いやぁ、この黒いカンバスは、あの子の像であり、私の開墾なのだ。私はあの子をアトリエの地下深くにしまうことにした。あの時彼女はまだ、かろうじて息があった。はぁ、片方の目だけが、うつろに開きながら、私を見ていたのだ。血という焼けの、色を焼き付けた、あの赤い瞳を、私は忘れることができないだろう。いやあ、やばすぎるってよ。いやー、確かにずっとさ、なんかさ、後半入ってからこのキャンパスの下がさ、血の色だしさ、なんか絶対死ぬんだろうと思ってたんだけど、画家が死ぬんだと思ってたよね。いやー、そっかー、そっかー。いやあ、まあ、次回さすがに最終章なのかな。うん。ああ。では、また次回、お疲れ様でした。またねー。バイバーイ。